MG 小太郎とエールマサの笑う角にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は、ね、うん、あの佐賀の牧場の、はい、風の牧 場、僕らがグリーンズピクニックで去年お世話になった、あそこ本当素晴らしかったね。本当素晴らしかった。なんていうか愛しかなく、うん、愛しかない牛を育ててるんだけど本当に愛しかない、うん、そうですね、あのご夫婦でやってて、でその娘さんのね、うん、今度ご夫婦も合わせて一緒にね、うん、やってて、そうですね、あの去年いろんな場所行ったけど、うん、中でも感動した場所の一つ で本当そうですね。で、うん、その牧場がまたその、うん、やっていく、うん、あの経営立て直していくストーリーがまた素晴らしくて、うん、 そうですね、それがねその、うん、ミュージカルになる、ね、そうですか。2月20日 ね、大阪であるんで、ね、大阪で2月20日ですね、風の牧場のミュージカル、ね、うん、ミュージカル、うん、もう僕はちょうど前回やってる時、うん、インド行ってたので行けなくて、うん、もう今回が最後だから、あ最後なんだ、もう絶対見に行きたいと思ってね、うん、そうなんですね、行くんですけどね、うん、もうぜひ出てほしい、出てほしい、あの参加して見に行ってほしい、いやそう良かったですよ。でその牧場でさ、うん、お仕事をしてても、うん、はいはい、それをね、はいはい、ある舞台監督の人が、うん、この物語をミュージカルにしたいって言って実現したわけ、ね、うん、で、まあ、ぜひ見てほしいからあんまり詳しいことかな話さないけど、うん、はいはい、普通に牧場の仕事してたのもね、まあ、いわば映画館になるみたいなもんじゃないですか、舞台になるって、うん、日常なわけですもんね、普通に仕事場が、そう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 、うん、だから、うん、その本当仕事の仕方次第でどんな仕事だって、うん、それがミュージカルになることがあるんだっていうことを、どんな仕事だってそれが映画になったりミュージカルになったりする可能性があるっていうことを、うん、あの知るためにもね、うん、もう2月20日ぜひ大阪に風の牧場ミュージカル行ってほしいし、ね、そこのね、うん、カレーがまたうまいんだよね。本当うまかったっすね。うん、販売してる、うん。あれ、販売してるうまかったっすね。そこの牧場のね、うん、あの、お肉を使って、カレーで、あと、食育の教育も、素晴らしい教育をやってらっしゃるから。ね、もしかしたら、その、舞台に行けばカレーの販売も、大好き、うん、販売、数は限定かもしれないです。僕ら行った時は、やってたの、僕ら行った時は、売ってはいました。ただ、限定数はあると思うんで。すごい美味しい。すごい美味しいですよね。うん、いや本当に見てほしいですね。うん、見てほしい。まあ、行ける人は一回見たんでしょ、まさ。僕は行きました。どうでしたか。いや、良かったですね。うん、やっぱ物語を最初聞いてた、聞いてた上でっていうのもあったけど、うん、なんかすごくやっぱり感動というかね。で、しかも劇団をやられるか、出てる方も、うん、いわゆるやったことない方が、うん、ね、素人の人たちがまた良かったし、決してプロがの方、まあ何名かいたのかもしれないけど、うん、そのみんなで作っていく感じとか、うん、やっぱり心は動いてその気持ちで作り上げたっていうその感動がそのままパッケージングされた舞台っていうかね、見てほしいね、うん、ぜひこれも見てほしい、感じてほしいです何か、うんうん、でできれば行けるんであれば佐賀の国章とかにもね、そうグリーンズピクニックもあるんだよね、あ今年も、いつだったかな、ね、佐賀の国章は10月のねですね、ね、10月にありますよ、今つないでますね、10月の、はい、あの17、18日が、土曜日、佐賀のね、風の牧場、グリーンズピクニック編なんで、去年すっごい楽しかったな。本当良かったですね。もう、風が牧場だけあってさ、はい、おいしい、なんかなんていうのかな。本当に。あの、そうですね、なんか未来の地球の雛形がここにあると思って、そうですね、その動物が大切にされてて、循環して教育があって、その夫婦の、すごいいい夫婦。素敵なご夫婦がやって、その娘さんご夫婦が手伝っててっていう、なんかね、平和な未来の雛形が全部凝縮してて、でそこのソフトクリームが美味しいし、そこでしか食べれないパン作りとかピザ作りが体験できたり、牛乳がまたねそこでしか飲めないんですよね、美味しい、美味しかった本当に。これグリーンズピクニック出るか、うん、ミュージカル見るかね、うん、まあその見た上で来てくれたらしいけどね、見た上でグリーンズピクニック来てほしいね、うん、そうですね、ぜひ10月17、18 ね、これは、うん、その、はいはい、未来の、うん、平和な未来を、うん、のスタンダードを感じに来てほしい、うん、そうですね、うん、本当に循環がありますよね、うん、すごくなんか本当に空間居心地よかったですね、うん、何より本当に、うんで、うん、そのやっぱり男女の、うん、なんていうのかな、男女のパートナーシップから生まれる空間っていうのが、うん、すごい場を
よく清めてるんだなっていうのをね、確かにね、改めてね、あそこはそうです、ね、ご夫婦のパートナーシップも素晴らしい上に、うんうん、娘さんご夫婦たちのパートナーシップの、ね、確かにダブルパートナーシップで運営されてるから、うん、そうですね、ものすごい、なんていうのかな、愛で結界ができてるっていうか、そうですね、その結界の、うん、結界は男女のパートナーシップなんだっていうのが、うん、すごい伝わってくる場所だから、うん、確かにそうですね、うん、その辺も含めてひな型ですよね、うん、なんか本当にそうですね、うん、そう、イザナギとイザナミで、うん、日本はその、うん、パートナーシップ、イザナギとイザナミの日本の古事記の男女の神様で日本列島は結界で守られてるっていうのを僕はユニワさんたちから教わったんだけど、うん、それがね見事にひな型としてあるから、うん、僕はそのこれからの時代って、うん、すごい一つ、うん、平和っていうのが絶対テーマになってくると思ってて、うん、なるほど、でそれが日常レベルで落とし込まれてて形になってるっていうのが、うん、あの場を体験すると伝わってくるから、うん、確かに触れるとね本当に感じますよね、うん、それはで。ソフトクリームがめちゃくちゃうまい。いや本当に全部美味しかったけど、ソフトクリームはね本当に印象的だった。うん、俺ねソフトクリーム食べるためだけでも10月17日来てほしい。いやね本当に価値ある、うん。めっちゃ美味しいですよね。食べても帰っていいから。マジか。時間がない人は。時間がない。そうやってプライベートで来るよ。その人たち。それさ参加費払わないし。もう入金したりしてくるから。最近それ多いな。自分手続きかけたら何してもいいみたいな。なんで入金さえしてくれてるから、ね、まあまあそれは嬉しいですけど、まあ、すぐ帰ってきたいやそうおかしい、帰りみたくなっちゃう、それ逆に帰りみたくなっちゃってるからおかしい、 その人は入金しなくてもそうしたらソフトクリーム食べて帰るだったらいいけど、本当にや、はい、まあでも本当に、ね、本当に、ね、まさかそうなんかない、そういう最近これ未来の、これ未来のひな型の場だなみたいな、最近ですか、うん、場ですか、うん、最近じゃなくてもいいけど、うん、ここに行くと未来を体験できるみたいな、はいはい、未来を体験できる、うん、ひな型、うん、なんですかね、まあ差し当たって今燃えつかないですけどね全然もう燃えつかなかったですね俺その間に必死に他のこの風の牧場以外のところを考えてたんだけど、僕もね考えたんですけど今わからないぼやっと海が浮かびましたけどね、全然今出てこない、海が綺麗だなって映像が分かりましたけどまあさ、でも未来のひな型か、未来のひな型、もう風の牧場頼りです頼り、頼りです、お便り見たくなっちゃって、あのソフトクリーム本当思い出すな、柔らかくて、何食って美味しかったですけど、ね、美味しかった、うん、でも命の愛を吸うってこういう風の牧場の風ってさ、うん、愛のことだから、ああなるほどね、うん、愛の牧場、風あそこはね愛の風が吹いてる、うん、あ確かに優しかったね、うん、風もなんか、うん、なんか命の大切さとかね、食べるとは何かってことをすごく僕は深く考えたきっかけになって、うん、なんか人ってやっぱり命いただいて生かされてるんだなってことを気づけた場所でもあったので、はい、それぞれが来た人がいろいろ感じれる場所だと思いますね、うん、風の牧場ね、ミュージカル、はい、ぜひ、まずミュージカルさん2月20日ですね、20日です、大阪で、はい、もうイベントは立ち上がって、イベント、うん、ちょっと案内はね入れれたらいいですね、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、はい、MG 小太郎とエールマサの笑う門にはグリーンズ、ありがとうございました、ありがとうございます。